こんにちは、銀座いじりの三田崎です。またお会いできました。今日は、お着物の中で大事なポイント、腰紐の結び方。よく皆さんが着崩れしやすい方ね、結構たくさんいらっしゃいますよね。そういう方の原因を調べてみると、腰紐の結び方が緩かったりするんですね。今日は1日着てても、緩まないような腰紐の結び方を私流ですけどやっていきたいと思います。最後まで見てください。ではまず腰紐の位置ですね。昔は腰骨の上で締めますっていうお話が多かったんですけれど、今ねメリハリのある体の方が多い、ウエストが細くて腰がね、腰骨がこう張ってる方が多いので、どうしても腰骨の上の下の方で結んでしまうと、上にずるずると細いところにね腰紐って移動しますから、よくこう丈が短くなっちゃう方っていう方はちょっとこう低すぎます、腰紐の位置が。皆さんウエストの位置で結んでみましょう。腰紐、皆さんの腰紐ちょうど真ん中を持ってくださいね。で、右側の腰の上がスタートになります。ちょっと皆さんに見えやすいようにこう上に上げてますけれど、はい、スタートは右腰の上ですね。で、なるべくゴロゴロしないように平らに、こう紐もねこうぐるぐるこう適当にやるんじゃなくて、ちゃんと平らにねしていただいて、右と左後ろに回りましたら同時に後ろに行きますね。後ろに行った時にぐーっと引いてあげてください。前の方で引っ張るより交差したところでぐーっと締めます。ちょっとここはね力いっぱい締めてあげてください。腰紐なのでウエストの位置はね多少締めても苦しくないですね。で、2周目は沿わせるだけです。あんまりね引っ張ることないですから、上から沿わせてあげてくださいね。そうすると右の腰のところに戻ってきますね。はい、右の腰のところに戻ってきました。同じ長さだと思いますね。この時気をつけていただきたいのが、1回だけここ2周目だけかがる、こういうふうに結ぶのではなくて、最初の1周目のとこね、ここも一緒にねくぐらせていただいてね、見えますかここね。必ず2本一緒にね縦に。で、皆さんがよくありがちなのが、遠くからこうやって寄せてくる、こうやってね、これやってる間に緩みますから、遠くからではなくて同じところでしっかり縦にね、2本上からこうやって2本しっかり、 3周目になっちゃったかもしれない。で、これをやっとくと、もうこうやった時点で緩んできませんね。しっかり縦にかがってください。かがるんじゃなくて絡ませるのかな、ごめんなさい。で、これを片鼻結びします。一つだけ輪っかを作ってしっかりね結んでくださいね。それからね、これで1本になるように、あと輪っかに片方輪っかですね、これを上からねしっかり落ちてこないように引っ掛けといてね。で、これ気をつけていただきたいところは、ちょっと脇から見た時に前の方が、ここ大事なとこですよ、前の方が低くて後ろはなるべく高くね、斜めになるような風に結んでいただくとしっかり結べるし緩みませんので、ここ大事なポイントになります。では次にゴムの場合ね、腰紐ゴムの場合のことをちょっとやってみます。だいたい同じなんですけど、見てて分かりやすいのでね、ちょっとやってみますね。やはり同じ真ん中を持っていただいて、右腰スタートになりますね。で、両方を持っていただいてから後ろでぐーっと締めます。1周目ね、ぐっと締めてから、2周目はゆるゆるで大丈夫ですかね。こんな感じで、さっき紐と一緒なんですけど分かりやすいんですね。ここね、パンパンですね。1周目はきつい、2周目はゆるゆるです。こんな感じでね、締めていただくと、ご自分も楽だし、締まった感じもすると思いますね。
いろいろそれぞれによってゴムの方、紐の方あると思いますけど、しっかり締めてください。いかがでしたか？腰紐の大事なところですね。着崩れしやすい方、特に大事なところだと思います。1番目、腰紐の位置ですね。腰骨の上ではなくて一番細いところ、ウエストの位置で結んでください。そうすると上に行ったり下行ったりしないので着崩れ防止になります。はい、2番目です。1周目はぐっと締めて、2周目は沿わせるだけ。そうすることで適度なね、緩みになります。それとからげるときは、2周目と2周目一緒にからげてください、ね、あと4つ目は、皆さんね、体の真ん中で結ばないことですよ。帯の下でよくねゴロゴロしてる方いらっしゃいます。これは結ぶ位置が悪いですね。必ず右か左の脇できっちり結んでください、ね、帯の中に 入るはずです。必ず腰ひもの位置って時々おはしょりのところでゴロゴロしてる方見かけます。それは腰ひもの位置が低すぎるんですね。結構ね、シルエットとして綺麗に着るためにも必要ですので、皆さん気をつけて腰ひも結んでくださいね。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。はい、いかがでしたか？腰ひもの結ぶところ、結ぶ位置、まあ、それいらないね。腰ひも大事な